強さだけを求めて、投げにだけ気をつけて、ただひたすらやってきた。とにかくその僕は試合するのが好きなんで、本当になんか楽しんでやってるというか、だからこそ、まあ、強さだけを追求してやれてるというか。残り10秒です。そして掴んだ史上3人目の偉業、 K1 ウェルター級王者、野入正明。他の選手と一緒っていうことは僕は嫌いなんで、お客さんたちがなんか凍りつくような KO をすることによって、僕の強さは際立つと思うんで。相手を完膚なきまでに叩き潰す KO 撃は、見る者に興奮を与え、時には威風の感情さえ植え付ける。常に冷静で、常に残酷で、男がこの舞台でやるべきこと。華やかだけじゃなく、強さが証明される舞台、盛り上げるのももちろん大事ですけど、やっぱり強さで証明しないといけない舞台だと僕は思ってたんで、うん、僕はそれを体現していこうかなってずっと思ってました、ね、強さにこだわり、強さを求めて、2017年6月にたどり着いたタイトルマッチ。強さの象徴として頂点に君臨していたゲウ・ウィラサクレックを相手に、延長にもつれ込む大接戦を繰り広げ、判定は2対1。確かにベルトは手に入れた、だけど今見ても本当に微妙な判定だったと思いますし、ベルトを取れたことはすごい嬉しかったんですけど、やっぱりみんなに納得してもらえなかったことがすごい悔しかったですし、入ってないですよね。胸を張って一番だと言い切れないもどかしさ、払拭するには誰もが納得する勝ち方を。来てくださるお客さん全員を喜ばせるのは KO しかないと思うんで、その言葉通り目の前の相手を倒し続けていく。格闘技を通じて有名になりたいとかじゃなくて、強さだけを追求してますね。触れたくないというか、よそ見したくないというか、うん。そしてやってきた2階級制覇のチャンス。この連中見て分かる通り、ちょっと花がのすすぎるんで、俺が会見挙げた途端に、まあ、こうやってトーナメント、まあ、決まったり、話題性が一番あるのも俺やし、で今も実力も一番あるのも俺なんで、ノリ選手しっかり決勝戦で俺倒したいと思ってるんで、まあ、やっぱり強いだけじゃねえ、それ一般層にまで響かないんで、まあ、それは俺が絶対取るべきやと思ってるんで、俺が取ります。何を言われようと、リングで結果を見せればいい。1回戦、準決勝を圧巻の1ラウンド KO で勝ち上がり、そうですね、ちょっとレベル違う感じしました。迎えたアンポ・ルキアとの決勝戦でも、さあ残りが1分を切った、ボディキック、他の攻撃も入る、信念を貫き通し、 K1 2階級制覇を成し遂げた時、ノイリの強さは一気に世間へと広まった。まあいいアピールしてくれたかなと、いいとこ取りじゃないですけど、まあそういうことをするのが僕は好きなんで、はい、散々盛り上げるだけ盛り上げてくれてありがとうって感じですね、はい。2021年、文句なしの MVP、 K1 の強さの象徴として突き進む。いろんなチャンピオンいますけど、僕は僕なりのやり方で K1 の顔になってしっかり引っ張っていきたいなとは思ってますね。ノイリトだったら戦うために日本に行くよっていうような存在になれるように、僕も自分の価値をどんどん上げなきゃいけないと思いますし、このベルトの価値も上げなきゃいけないと思うんで、強豪を呼ぶんじゃなくて、強豪が自ら来るような舞台にしたいなと僕は思ってますね。その強さ、まさに怪物。
だけどだからこそ何か起こせる選手ってなったら俺なのかなと思ってザ・ナチュラル加藤コーナー戦いを心から楽しみ本能に従って戦う天性の格闘センスで勝ち星を重ねていくコーナー基本試合中のひらめきでやってますね本当に試合中ひらめいてあこれだみたいな去年1月にクラッシュ王座を体感兄レオナペタスと同時期に王者となりクラッシュの歴史に名を刻んだそんな加藤に巡ってきた最高のチャンストーナメント1回戦でノイリとの対戦が決定していたがコロナの影響で無念の欠場もうめちゃくちゃ悔しいし出てたら何か起こしてたんじゃないかなって思ってるし結果は分からないですけど俺は勝つ気持ちでいたんでノイリはトーナメントで怪物ぶりを発揮し圧巻の優勝その勇姿を見てコーナの闘志はますます燃え上がった今も正直怖いし、毎日不安だしでもその恐怖心ってやっぱ自分を強くさせるためのことだと思うんでそれがあるからこそ格闘技だなって戦ってるなって強い選手と挑戦してんなって思えるのがやっぱ嬉しいですね本当にたとえ相手がどんな強敵でも100回やって1回勝てればいいかなと思ってるんですけどその1回を持ってくる自信があるんで根拠はないですけどでも自信はあるみたいな格闘技って何が起こるか分からないから 1% でもあれば十分なのかなって 99% とか 99.9% は、正直自分に勝率がないかもしれないですけど、その 0.1% とか 1% を持ってこれる、奇跡を起こしたいと思ってます一回も勝てないです僕には一回も勝てないですね格闘技には絶対はないとか 100% はないって言うんですけど 100% 僕が倒すんで幹部だけまでに叩き潰して、もう日本人卒業というのを皆さんに思ってもらえるような試合内容にするんでぜひ楽しみにしておいてくださいスーパーファイト K1 ウェルター級ノイリマサキ VS 加藤コーナー